こんにちは、青22号です。青島の45分の1電気機関車 EF66 後期型を作っていきます。このキットはパーツ数が多いので、説明書をしっかりと読んで、どのような順番で作っていくかをじっくりと考えておく必要があります。今パーツを切り離しているのはランナー A のパーツです。このランナーは主に台車1台分の車輪や車軸などが含まれています。説明書では3台ある台車の分をまとめて作っていくことになっていますが、1台分ずつ作っていくことにします。例えば車輪は3台分の6軸をまとめて作ることになっているのですが、1台分の2軸だけまずは作ります。確かに同じ作業は同時にやった方が効率がいいのは間違いないのですが、このキットのようにランナーの枚数が多い場合は、効率よりも使うランナーを減らすことを優先します。というのも、複数のランナーを同時に作業することになると、それはつまりその分箱から何度も出し入れしたりすることになります。細かいパーツがたくさんついた大きなランナーを何度も取っ替え引っ替え箱から出し入れするというのは、パーツの脱落などの余計なトラブルをはらみます。こういう場合はまとめて相手をするよりも、括弧撃破が何かと有利になってきます。ランナー A のパーツを切り離した時点で、組み立てられるところは組み立ててしまいます。まずは車軸ですが、中に金属の棒を仕込むことになっていますが、一応プラ用の接着剤を流し込んでいます。金属を接着することはできませんが、中で動かなくする程度のことはできるはずです。車軸にかぶせる中空軸の断面はスティックヤスリで整えておきます。これは動きを少しでもスムーズにするためです。中空軸を接着した後は、ギアのパーツを仮にはめて真円になっているか確認しておきます。動力源であるモーターを組み立てていきます。 EF66 は全部で6機積んでいますが、ひとまずランナー1枚分の2機だけ作っていきます。説明書では A17 のパーツは接着しないことになっていますが、これは間違いだと思うので接着しています。 EF66 は中空軸下等吊りかけ駆動方式といって、車軸に中空軸をかぶせて、さらにその上にモーターが乗るという、軸の周りを2つのものが別々に動く構造になっていて、このキットはその仕組みを忠実に再現しています。ちなみにこの中空軸下等吊りかけ駆動方式というのは、国内では EF66 で唯一採用された方式で、 EF66 の最も特徴的な部分だったりします。ただプラモデル的には構造が複雑な分、高い精度を求められる部分でもあり、多少調整しないといけないところはあるようです。 A23 のパーツはモーター側と少し干渉するので、削って調整する必要があるようです。すでに切り欠きはあるのですが、それでもまだ不十分のようです。続いてランナー D のパーツを切り離していきます。ランナー D は両端台車のパーツが集められています。説明書では両端台車よりも先に中間台車を組み立てることになっていますが、中間台車のメインのランナーであるランナー C は中間台車以外のパーツも含まれているので、先に両端台車から作っていきます。なお説明書には書かれていないのですが、このランナーには不要パーツがあります。枕バネのようなパーツの127、129、131が不要パーツとなります。なのでこれらのパーツを残した状態で、このランナーとの付き合いが終わることになります。パーツはすべて2度切りで切っていきます。ランナーから切り離すときに、パーツの際を切るのではなく、ゲートを少し残した状態でパーツを切り離し、その後改めて個別にゲートを切っていきます。一見2度切りというより2度手間と思うかもしれませんが、いきなり際で切ると余計なところを切ってしまうことがあるだけでなく、プラスチックの性質的に切断した断面が汚くなるデメリットもあるので、ワンクッションを置いて切っていくのが結果的には近道となります。ところでこのキットは説明書をよく読んでいくと、部分ごとに作っていけることに気づきます。パンタグラフや車体、運転台や台車など、説明書通りではなく部分ごとに並行して進めても問題はないようです。というわけでボディの方も少しずつ進めていきます。まずはサーフェイサーを塗っていきます。何もパーツをつけない状態で塗っています。ここはカーモデルと同じように考えて、いわゆる捨てサフを塗っていきます。この後ペーパー掛けをして、塗ったサーフェイサーは落としてしまうことになりますが、
表面の状態を確認するために塗っています。サーフェイサーを塗ってあるとペーパー開けをしているときに削れるところと削れないところが出てくるので、それによって表面のわずかな高低差を確認できるからです。ただそもそも表面を整える必要があるかどうかは少々悩むところです。車と違って鉄道の表面は平らになっているはずのところでも溶接跡などの関係で意外とデコボコしているからです。どちらの方向で作るかは作る人次第だと思いますが、今回私はカーモデル的に表面を整えていくことにしました。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。